サイティングドラグなってる。バスだったらバスだ、バスだ。よいしょよいしょよいしょ。おーでっけはい、 PD クランク昔のやつね。にゴンブとカスミは着きましたよ。ねえ、後ろ針1本、軽かったコンクリートの 200DC、 ねえ、こんな感じで釣れましたよ。結構ね、いいとこかかってよいしょ、ね、じゃあサイズ測って逃がしたいと思います。針も昔のまんまの古い針で、サイズは40cm。 改めてタックルは新しく買った軽かった DC の200に昔のね、TD クラック、この組み合わせできました。じゃあ、ゆうまずめ頑張ってみたいと思います。はい、帰ってきました。というわけでね、霞ヶ浦は土浦湖行ってきました。でね、往年の名作クランクで釣れたよっていうことで、改めてタックルなんですけども、まずね、リールは買ったばっかりの、シマの軽かったコンクエスト DC の200。これにね、クロロカーボンの16ポンドラインを入れて、で、竿はね、最近お気に入りで使っている中古で買ってきたですね、謎の赤いロッド。ね。で、うわぁ、これ。往年の名作、TD クランクね。このクランクベイトがね、よーく釣れるんですよ。でね、中古釣り具屋さんなんかで見かけると、めちゃくちゃね、安く売っているっていうんで、コストパフォーマンスが非常に高い。これもね、確かね、280円ぐらいで買ったんですけども、TD クランク。ね、この後 TD スーパークランクになって、ハイパークランクの時代があって、そしてね、今現行のまたね、シリーズになっているかと思うんですけども、でね、この TD クランク、元祖、システムクランクベイトっていうことで、何メートルぐらいのレンジを巻きたいよっていう時はこの番手使って、みたいな感じで、4つぐらいの種類があったんですけども、霞ヶ浦とかダム湖で自分はお気に入りのね、このね、サイズを使っているんですが、たまたまね、色もね、霞ヶ浦っぽい、金黒カラー。ね、このカラーがね、聞いてくれたんですけど、腹折れでね、釣れそうでしょ。で、この組み合わせ、ね、この DC ブレーキが入っていることによって、ちょっと投げづらいかなって言って、こう使うのを躊躇していたような昔のね、ルアーとかが、ほんとね、快適に矢のようにね、飛んでいくっていうのがね、これね、嬉しくてね、やっぱりね、これの後に重心移動システムとか、今ね、マグネット重心移動とか、メガバスだと例えば LBO2 とかね、もうね、どんどんね、この遠くに飛ばすため飛ばすためにね、進化していって、で、ちょい昔のルアーっていうのはなんか飛ばないなーなんていう感じで、使う機会が減ってきてしまっていたんですけども、そこをこういったね、最新のリールによってバックラッシュなくトラブルなくね、スパーンとね、遠くに入れられるっていうのは、すごいいいなというところで、それとね、今回長さはそんなでもなかったんですけども、すごい筋肉質のね、プリップリのね、引いてくれるバスがかかってくれたので、ちょっとだけね、エキサイティングドラッグサウンド、出せたんじゃないかな、出してくれたんじゃないかなっていうことで、おー、ドラッグ出てる、ドラッグ出てる、おー、これ、最初ね、濃いかな、なんだろう、なんか引っかかっちゃったかなっていうぐらい、ものすごいね、重さと引きだったんですよね。で、水面までガバーって出てきたら、あ、バスだ、バスだ、バスだと思ってね。で、まあ、針もね、しっかりかかってる風に見えたんで、抜き上げちゃったんですけども、まあ、このね、組み合わせ、去年もね、確かね、バンタム買って霞ヶ浦に行ってクランクベイト巻いてた、これのね、色違いのやつでね、確か釣れたじゃなかったかなーなんてね、記憶があるんですけども、ほんとね、春先の一時ね、この
クランクベイトめちゃくちゃ釣れるんですよね。古いからといって釣れなくなるっていうことはないって思うのと、この手の形ってのが最近ちょっと減っちゃってるんですよね。これの後に名作の例えばマットペッパーマグナムとかね、クランクベイトなんだけど、ちょっとナチュラルな動きのクランクベイトっていうのがもう絶大なねヒットをして、それによって日本のクランクベイトっていうとどちらかっていうとバタ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 っていうよりも、ちょっとおとなしめの動きのクランクベイト、その後ねディープ X200 であるとか、ほんとね、シャット太めのシャットなのかなみたいな形のクランクベイトが今主流ですよね。そこで TD クランクなわけですよ。これがね、このリップから始まってこのボディまでリップの要素があるんじゃないかっていう、こんなね形、なんていうかウィグルワートとかそっちの系統のね、この、で一応ねこれフラットサイドみたいな感じにこうエッジが立ってるんですけど、ね、だからこの上全面が水を受けてブリン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 動くんですよね。もうね巻いててもねすごいね巻き抵抗引き感なんですが、これがね濁った水域とか、あとはなんか魚が広い範囲でポツッポツっているなーなんていう時に呼び寄せる力になっているんじゃないかなっていうことで、であとこの独特のコトコト音ね、まあローギアのカルカッタコンクエスト DC200 なんで、すごいね巻いてても楽ちんなんですよね。ローギアなんですね、そんなに、なんかねほんとね巻いてみると分かるんですけど、あ気持ちいいっていうね、ちょうどいいね感じになるっていうことで、でこういったね、ハイアピールなクランクベイトでバッタバタバタバタとやっていたところ、コココココンとね来てくれたっていうことで、数はね1匹だったんですけども、もう1匹だったらもう、もう帰ってもいいっていうぐらいね、ほんとね痺れる1匹だったんで、ぜひですね今ね現行ではないので、まあ、中古釣り具屋さんとかで見かけたらね、これねほんとね買いやすい価格で、並んでると思うんで、それでもねあんまりもう見なくなってきましたね。やっぱ玉数もだいぶ減ってきてるんじゃないかななんて思って、まあ一世を風靡したルアーなんで、すごいね数はあると思うんで、たまーにねミントコンディションのいいやつが300円とかでね売ってたりしちゃうと、買っちゃうわけなんですが、まあ今回金黒で釣れましたけども、こういう霞ヶ浦っぽいねカラーのやつも持っていたりとか、あとはねこれね、まあねちょっとね白をベースにしたカラーね、こういった水中でボワーンとね膨張するような感じの側面と、あとこのナチュラルな、背中ね、この色もねお気に入りでねよく釣れるんで使ってるんですけども、まあ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 こんな感じでね結構ね見かけたらね買っちゃうんでね、絶対霞ヶ浦方面に行くときはね3つぐらいはね、ボックスに入れているんですけども、でこれが釣れない時にこれの後に出た例えば TD スーパークランクですね、もうちょっとねナチュラルな感じの動きになるんですけども、昔のルアーなんで釣り具屋さんなんかで見かけると、まあやっぱり400円とか、それぐらいで買えたりしますんでね、何にしてもこういうのはねほんとガンガン投げるとね結構ね釣れてくれるんで、なんかおすすめのルアーありますかなんて言ったら、まあこのね TD クランクなんかは見つけたら安くて買いやすいし、でねなんかこのリップがでかいからか根掛かりもほんとしないしね、なんかずっと使ってるんですけども、針だけねいいね最新の針に変えてあげれば、バリバリ現役で使えますんでね、でこういったルアーを快適に使うためにはこういった例えば、まあでもダイワだったらねミリオネアとかもね復活しましたんで、そういったリールなんかだったらあれこの手のやつなんかもスイーってね快適に投げれるんじゃないかななんていうふうに思いますが、まあ自分はねこのたまたま DC ブレーキのカルカッタコンクエストをね買ってみたんで、こんな感じのタックルで試したところ、非常にね快適に魚を釣ることができましたね。いよいよね令和の時代にも入っていきますね。これも昭和とかのルアーなのかな、まあね昭和
平成で令和はどんな感じのね最新タックル出てくるんですかね。まあ、ただね本当ルアーとかってのは普遍なんで、昔のルアーなんかでも釣れるっていうのがバス釣りのいいところなんじゃないかななんていう風に久しぶりに感じた情報でした。というわけで本日の釣り子 TV は、こちらですね、ダイワの TD クランク、それにね、カルカッタコンクエスト DC200、 これのエキサイティングドラグサウンドね、初めてだったよっていうことで、動画でまとめてみました。はい、ぜひねこの動画いいなって思った人はいいねボタンよろしくお願いいたします。またね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで、釣り子 TV でした。